これこのバーテープをつける前にワイヤーを、そうです、あの買ってもらってからオプションでデュラに変えるとかっていう提案をうちもするので、ワイヤーを、ワイヤーを、はい、そのままだったらそのままで組みますし、組みますし、はい、で買ってもらってから一回バラすんで全部、はい、でその時に島野にサービスで変えといてあげたりとか、はい、そういうこともします。この辺は今仮組みな感じなんですか？そうです、仮組みって形にしかしてないです。でこれ一回全部バラし直しの組み直しと言いますか、はい、グリスアップしてワイヤーの取り回しも、はい、やり直して納車します。今日は、自転車工房純さんの前からお届けしております。持ち込みができるっていうね、結構多分ネットとかで購入をして持ち込み難しいなって考えてる人にも優しい、そしてメンテナンス純さんで買うと永久無料なんていうねサービスがございます。どうも、サンゴッチ TV でございます。今日はですね、自転車工房純さんの中にある置いてある、こちらのねリノレーのフェニックス SL ですね、こちらをちょっとね丁寧に紹介しようかなというふうに思います。ロングライドをやってる人だとかなり有名なあのリドレーなんですよね。ぜひね、最後までご注目。ハンドル、これ完成車でございまして、まだね販売してる段階なのですね。なんでバーテープが純さんの場合はついておりません。ケーブルもね、この辺は一応仮付け、基本的に全部仮付けの状態っていう話でございます。これは一応完成車のベースですね。何がベースかっていうと、これを購入されますと一旦これ全部このねパーツ全てバラしてからもう一度組み直し、しっかりと組み直すという具合になっております。さあ、まずですねハンドルステムからですね、フォルツァストレートスみたいな感じに書いてありましてですね、ステムに関してもフォルツァというタイプでございます。おお、ハンドルはねこの形状でまだバーテープはなしです。ワイヤーはまあ一体こういう感じでございまして、真ん中のねここを見ると緑の R でございますね。これがねやっぱり根強い人気を放つリドレーのあのマークね。さあリドレーの R、好きな人はたまんないでしょう。リドレーのあの R でございます。ゴリラの絵が描いてあるんです。ゴリラみたいな感じで描いてありまして、ステムね横から見るとこんな感じになってますね。ちょうどいい塩梅、まあ、ここからですね、購入されますといろいろ調整していきますよっていう前の段階でございます。なのでジュンさん来てもバーテープ基本的に最初はない状態かなっていう具合でございます。105の油圧だとちょっとねこの部分が大きめに見えないこともないんですけれども、持ってみるとねちょうどいいね持ち手でございます。これもねすごく計算されたなと思いますよ。次ね、油圧始めるんだったら105いいかもしれない。さあそしてね乗った姿とトップチューブを見たいんですけれども、乗るとねこんな具合の風景です。この辺にいろんなものつけたりね、サイコンつけたりライトつけたりなんてことを考えながらのトップチューブを見ると、ハッシュタグレッツザレッグストークリドレイ主張しておりますけれども、ドンと、はい来ました FSA386、 こちらがフロントでございます。チェーンリング、そしてクランクですね、両方ともこの FSA フルスピードアヘッドがチョイスされておりまして、チェーンリングは50-34、ダウンチューブのリドレイの主張の仕方がすごいんです。そしてダウンチューブの裏側ね、ここにも色合いの主張がすごいです。すごいんですよね、ここの部分の段差も結構きつい、結構鋭角な段差の持ち主でございますわ。ほらさあ、そのままね前からこのね色合いいいよね、これを見ながらの後ろに回ってまいります。さあこちらこんな感じ、105の、スプロケットは11-28ですね。さあスプロケットが11-28が選ばれてますね。
チェーンはね、このね銀黒のタイプ、ワイヤー周りに関してはこれからいろいろ調整します。そういう具合です。この角度から後ろを見るとですね、流行りのディスクブレーキこうあるんですけれども、ディスクブレーキはですね BR7070、 この、ね、BR7070 は105グレード7000グレードですね。シートステイにはフェニックス SL の、ね、表記。サドルもねこれフォルツァがチョイスですね。リドレーといえばフォルツァになるのかな。ストラトス、そしてシートポストも、はい、ストラトス、フォルツァ、ストラトスなんちゅうことがシートポストにも書いてあります。さあ BB 周りを見ますと、 BB 周り一番下にはねフェニックス SL なんていう表記があって、 BB はこのツヤ感です。このツヤ感、クランクも結構ツヤンツヤンでね、いいよね。さあ、ホイールです。ホイールとタイヤいきましょう。ホイールはですね、こちらはですねフルクラムのレーシング7、なんかデザインがめちゃめちゃすごいレーシング7ですけれども、フロント用フロントって書いてありますよね。タイヤに関してはザフィーロですね、ビットリアのザフィーロの25がチョイスされております。ブレーキは7000、定番の7000です。最初からレーシング7っていうのはいいチョイスですよね。このデザインすごいね、めちゃくちゃ気合入ってる。さあそうしましたら、こちらのね、ディスクブレーキラチェット音聞いてみたいと思います。行ってみます。正直無音でございます。フルクラムのレーシング7、まずは無音から始めましょう。まあ、よろしかったらね、この自転車そのまま置いてありますんで、ぜひですね、見て、その直接見て、チェックして、そういうパターンもある。ね。というところで、本日の3月 CB でございます。皆様、次の動画でお会いしましょう。バイ。